ハンマケの本家の半馬陽先生です。私が人間全員を敵に回してると、人間の上の生物なんでね、敵に回してっていうわけじゃないんですね。上の生物なんで、人間は 全員ね、100億人は私一人に対抗してきます。生物の違いですね。上の生物なんで、人間たちはもう大嫌いなわけです。で、そういうことでね、全世界をね敵に回すことはできません。私は殺されてしまいますね。あとね、宇宙生物に人間よりかまたね、もっと頭のいい敵がいるんですね。で、悪い生物がいるんですね。で、それと人間が一緒に手を組みますからね。で、人間もね、人間よりかはやっぱり頭のいい生物には勝てませんけれども、協力となると人間は特攻隊で全員死んでもいいということで、一緒にその人間たちと宇宙生物と組みますね。そこまで組んできますから甘く見ないということですね。最大限そこまで来ますから、で来てますから。で、人間という生物はみたいなのはまた宇宙にいますから、似たようなのはね、地球内の人間が全部いなくなっても滅んでも影響はしないわけですでね。で、人間とその人間よりか頭のいい宇宙生物と私と戦いがしょっちゅうあります。で、この世というのは、いろんな人間がなんかいろいろ開発とか研究とかロケットとかやってますけども、私一人で全部やってます。その上を研究してます。また同じ、いろんな分野の研究はやってます。で、なおかつ人間が作ったものはバグがあるんで、全部作り直さないといけません。全てですよ。人間が考えたこと、作ったものに対しては全部バグがあるからね、全部作り直す必要があります。昔私前にちょっとお話ししましたけれどね、地球と太陽ができる前に本物の貴族、私はね、SF 映画で出てくるスターゲートの石棺という生き返られる医療用の装置、完璧な装置ねを地球と太陽が生まれる前に僕は発明しまして、ね、で、宇宙戦争で殺されて石棺も破壊されたんで生き返られなくなって、地球と太陽をがまた私の情報から、ね、情報で動くようにさせてましたから、地球と太陽を育てて、で、今人間から生まれ変わってきていると。これは本物の貴族だと言ってます。私の半馬家の本物の貴族の王ですけれども、それはね、前は1000年か800年ぐらい前に本間家から追い出されてまして、本間家の本家なわけですね。で、貴族というのは名前のね、半馬家とかいうね、猿時代とかいうね、ありますよ、原始で。それで名前を呼んだ時代の作った名前ですね。最初に作ったのが本家と言います、ね、自分で勝手に作るもんではないですね。で、体が違います。私だんだん人間よりか高能力になってきてるし、本来の遺伝をね伝送して進化してきてます。一つはね、老眼っていうのはね、年齢転換なんですね。で、普通人間たちの場合は実らないんですね、転換期にね。老眼になると目が、ね、悪くなるんです。じゃなくてね、目が良くなるのが目の解像度が、何十倍か上がりますね。それで
今までと違うんで辛くなっちゃって、壊れちゃいます。脳もその分発達してないといけないし、エネルギーを吸収で疲れるんでね、で変わるんですね、老眼っていうのはね。これ進化するんですね、年取ると。そういうもので能力アップで目が良くなるんだけど、私はそれ変化して良くなってきましたね、老眼になってね。っていうのは何キロ、2キロ、3キロ先のものの本が読めたりとかね、近くのものが顕微鏡になっちゃったりとかね、すごい能力持つんですね。まだ訓練中で完全になってないけども、視力の解像度は少し上がってるんだけど、疲れるんですね、目がよく見えるかもしれないんでね。ただボケてることがまだたくさんありますね、まだ。普通だから若い時のようには近くの目がいいんだけども、しょっちゅう見えないんですね。デリケートになりすぎて、またその変更がなかなか難しくなってるんでね、ちっちゃなものが見にくくなったりやっぱりしますけどね。逆に言えばよく見えるんですけどね、でいつも見えるわけじゃないんですね。まだ発達してないんですね、初期の段階でしょうね。ということでね、全部違うんです。で、あと糖尿病に、ね、ならない、運動選手というように、エネルギー消耗は消耗をたくさん持つようになるんですね。これね、筋肉じゃないんですね、脳に送るエネルギーが増えました。で、普通運動選手みたいに食事をたくさん食べて栄養を取ったところは筋肉いっちゃうんじゃなくて、運動選手みたいね、脳に行きます。脳に、だから脳の発達します。それをつけてないと目の神経にもエネルギーが送れないんで、老眼になって逆に壊れちゃいます、ね、進化できないでね、良くならないんで、発達しないで終わっちゃうんです。